しかしドミナントから力を吸収するなんて見たことも聞いたこともない。俺に何もない。止まれ。だが確かに感じるんだ。俺はやってるのか。召喚獣ガルーダの力を使うことができる。奪った力を自分のものとして使えるってことだ。一体どういう手段だ。今だ。取れ。待て、俺だよ。なんだガブ、驚かせるんじゃない。驚いたのはこっちだぜ。まったく派手にやりやがって。こっち
それじゃあベアラーたちを逃がしたのはシドじゃないってのか。ああ、俺もクライブもそれどころじゃなかったからな。みんながうまく逃げたならそれでよしとしよう。よく誘導してくれた。いや、自分の仕事をしただけさ。それで火のドミナントは？きっと奴もまだ生きてる。なあ、俺が探すよ。どうした？弟の仇ってのを聞いちまったからな。あんたの気持ちはわかるよ。俺の家族もザンブレク兵にやられた。カブ。じゃあな、兄弟。調子のいいやつだぜ。力が。姉さん、しっかりしろ。大丈夫だ。私はどうすれば、どうすれば。街道までどれくらいだ。ここからじゃまだしばらくかかるぞ。きっとバルナバス様にも捨てられる。どうすれば、どうすればいい。姉さん、もう。こいつは上玉だ。こいつはきっと高く売れるぞ。でも売り飛ばす前にちゃんと中身を調べておかねえとな。やめろ。おいで。もう大丈夫だ。信じなかったからなのか。壊れちまえ。シド、お前も感じたか。ガルーダ、あれはどんどんでかくなってる。辺り一帯が巻き込まれるぞ。
このままじゃ。俺は行く。なんだと。声が聞こえた。誰かが呼んでる。感知者、これ一体何のつけだ。どうなっても知らねえぞ。流行るなよ、ただの竜巻じゃない。あの中には召喚獣ガルーダがいる。おそらくあの竜巻は召喚獣の暴走、己を失ってしまったドミナントの末路なんだ。だとしても逃げるつもりはない。俺を呼んでいる。あれはガルーダの。これも暴走の影響だったんだ。行け。Huh!